どうも、グリズンです。それでは、ホライゾンの天方気やっがていいきたい日にと思結婚いをま申し込むんす。だ。行きましょう彼女のお父さんが。こっちですね。前回そのままですね。終わったところから、やっていきたいと思います。近くにね、焚き火があるんで、とりあえずそこを目指しましょうか。殺した王国のために戦った。回復薬をね、集めつつ行きましょう。あ、またなんかいますね、でかいの。違う、間違えた。遠すぎるか。あ、なんかいるね。戦ってますね。助けましょう。太陽の審判に焼かれろ。あ、なんだこれ。死ぬ時はこれ乗れそうだね。乗れるんじゃないこいつ。太陽がお望みだ。おお、乗れるのかなあれ。近くにはもういないかなあれ。近くにはいなさそうですね。多分まだ乗れないかなあれは。おお、近い。あれなんで表示されないんだろうなこれ。出た。サンダージョー、すげえ名前だな。かっこいいな。勝てる気がしないからやめとこう。多分足音は聞こえるかもね。あ、大丈夫だね。なんかね、こう景色を見てると気になるとこが結構ありますね。建物らしき、ものがね、いろいろ見えてきますけど、目指す場所はこっちだから、あそこを取っていくのかな。うん、なんか聞こえるね。近くになんかいる。乗り物が欲しいんだけどな。なんだこれは。ソートゥースか。ソートゥースは乗れないからな。乗れるのかな、どうなんだろう。一応ね、ソートゥース、あ、ソートゥースは乗れなかったかな。ソートゥースも仲間にできるんですよね。あ、こっちにもある。おー、なんかすごいね。すごい、すごいのが見えるね、向こうに。建物がね。なんだ、なんかいる。あ、そう、こいつ、こいつ。ブロードヘッド。ダメだ、もう警戒してて。こっち来るね、でも。そう、警戒してるとね、来るんですよね。これでもう分かんないでしょ。お、なんかいるぞってなってね、ここまで、その見えた場所までね、来るんですよ。来て何もないと この警戒は解除されるんですけどね。この警戒してる状態だと確かね、あれができないんですよね。仲間にするやつ。ちょ、待ちましょう。多分ね、戻ってくるんで、あいつ。戻ってきた頃にあのハテナは消えてるはずなんで。
時間かかるな。あっちにもいるんだけどね。あ、消えたね。どっち向いてる？向こう向いてるけどな、なんか戻ってきそうな気がするから。3匹いるね。あれずっと動かないね。ちょっと行ってみよっか。仲間にできるかな。あ、できる。協力してくれ。オーバーライド、そう、オーバーライドって言うんですよね、これ。やった、仲間にできたよ。攻撃強そうだね、こいつ。あ、間違えた。間違えて降りちゃったよ。この俺乗ってる状態で焚き火とか火つけれるかな。あ、無理だ。一回やっぱ降りないとダメなんだ。違う。乗りたいわけじゃなくて。オッケー。すごいね、機械って感じ。かっこいいっすよね。でもデザインもそうだし、この色合いとかね、かっこいい。油断するなよ。はい。でもこうやってね、敵を仲間にできるこの能力ってこの主人公だけじゃないですか。みんな警戒しちゃうよね、こんな。あ、やっぱ早いね、乗り物があるともう全然違うよ。すごいなって言われてる。あ、焚き火がある、ここにも。終わる頃にヘトヘトだわ。あ、なんか裏切り者たちが湖を越えてきたらあれですかね。この人たちは、この建物をまだ作ってる最中なのか。石が置いてありますけど、あっちか。あれ、あ、ダメなんだ。こっからはダメみたい。ありがとうね。申し訳ないが、都に入る品物は全て検査させてもらう。これダメなの。バカバカしい。我らは善良な市民だぞ。どれだけ待てばいい。どうしろって言うんだ。なんだなんだ、仲間揉めてる。母じゃなら誰でも入れるはずじゃないのか。エリスとそのハヤブサたちが刻まれて揉めてますよ。エルサの件は俺たちと一切関係ないだろ。エルサ、Let it go、 Let it go。 はい、行きましょう。どうなってるんだ。オーリンがいる、どこかに。それにエレンドや試練の前夜に話した他の流れ者も、うん、エレンドはメリディアに来れば姉を紹介すると言って、ヴァンガードの隊長だったの。ノラ族は太陽のない日に生まれた。わあ、すごいね。次々に災難が。すげえ。これじゃ一月で一番だし。これマイクラで作れたらいいな。止まれ。はい。おい、お前、止まれ。先日の攻撃を受け、よそ者は検査に応じねばメリディアンには入れん。先日の攻撃？何があったんだ？ヴァンガードとエルサ隊長が殺されたことだ。赤の山道でシャドウカージャに奇襲を受けた。エルサ、エレンドの姉が死んだのか？なぜその名を知っている？知り合いだから、エレンドを呼んでくれないか？はぁ、ヴァンガードの新隊長エレンドともあろうお方がこんな流れ者にわざわざ会うとは到底思えないがな。アーロイ、おい、生きてたか。てっきり死んだかと。おい、お前ら失礼だな。はるばるメリディアンまで俺に会いに来たか。飲んでたのか？ああ、いや、少しな。で、生きてたか。たく、お祝いだな。俺のおごりだ。二人だけで話がしたい。力を貸してくれないか。よし来い。許可されますか？許可するに決まっているだろう。これからは彼女が望むままにここを通行させるように。わかりました、隊長。いいね。これでもう邪魔は入らないぞ。え？話ってなんだ。
本当に全然今距離取ってないじゃん。ここに来た理由。最後に会った日からいろいろあったんだ。試練の時襲撃者たちに襲われた。大勢が死んだ。爆発音が聞こえた時俺たちは村にいた。何人か義勇兵が戻ってきて参加者の多くが死んだって。野良の民の悲痛な叫びと深い悲しみは忘れることができない。よく助かったな。問題はどうして私が狙われたのかだ。狙われた？どういうことだ。私が狙われたのはオーリンのせいだ。何を言ってるんだ。意味がわからない。オーリンを探さないと知っていることを聞き出す。あいつは俺の友だぞ。あいつは裏切り者だ。奴らの正体も目的もわからないが、間違いなくオーリンが関わっている。でも俺はそんな。お前が理解する必要はない。あいつのところに案内してくれ。今はいない。数日前にガラクタや遺物を漁りに行ったよ。どこにいるやら。あいつがよく行く場所とか知らないか。帰る場所とか。家ならメリディアンにある。よし、案内してくれ。そこを調べたい。まあいいだろう。調べるときは俺も立ち合わせてもらう。エルサのことを聞いた。お前には特別な人だったろ。俺にとってみんなにとっても同じさ。いつも要領よくてあれこれ命令して頼りにしてた。俺があいつの代わりを務めないと。なのに俺ときたらただもがくだけ。どうしよう。焦ることはない。私もある人を亡くした。育ての親を試練の時に。名はロスト。そりゃ気の毒に。いつも思うんだが、なんで人は苦しんでる人に自分の最悪の出来事を話すんだろうな。気が楽になるか。さあなぜだろう。確かに。まあいい。何か話したいことがあるんだろう。オーリンの家を調べたい。すぐに。ああ、分かったって。行こう。よし。まあそうですよね。たくさんの人が同時に自分の理解できるのか。俺は無理。ただ飲むだけさ。ああ、分かるよ。俺も多分そうなるよ。あの女。今日は何か買う？都には誰でも彼でも入れるようになったみたい。すごい侮辱されてますね。見てって、安くするわよ。一級品はうちだけよ。サーバードは一体いつまで宮殿に引っ越しているんだ。奴らの血には塩、エルサの敵討ちだ。サーバードは一体いつまで宮殿に引きこもっているんだ。どうして王は拷問や虐殺を行った者たちを何年も野放しにしているのだ。エレンド、誰よりも復讐を望んでるはずだろう。血を分けた姉が殺された。それなのに野放しだぞ。あと一言言ってみろ、この役立たずのクソ野郎。この俺が牢屋にぶち込んでやるぞ。さっさと失せろ。出なきゃ俺が全員ぶっ飛ばすぞ。エルサが沈めましたね。さすが。市場があるはずだよ。お、なんか走り出したよ。それじゃあどうやって入るんだ。ワイルドだね。なるほど。ほらここだ。物は壊すなよ。なんかね、ちょっと待って、落ち着かないんだよねこの格好。アーロイのさ、変えようか。これ結構でもね、火、氷とかね、雷から守ってくれるんだよね。何がいいんだろう。これだっけ。
今までしてた格好はね、多分。とりあえずこれにしよう。扉以外は。これすべて奴のものか。王宮にツテがあると得するってことだろ。立派なところに住んでますな。聞きたいことがある。どうぞ好きに。本当に平気なのか。酔いは冷めてる。もう説教は勘弁してくれ。そういうことじゃない。さっきあった外でのいざこざ、あのことだ。あのことは話したくない。ここに来たのはあんたがオーリンの話をしたからだろう。早く調べな。ここに来たことはないのか。いや、遅くまで飲んだ帰りに家まで送った時も玄関までだったな。あの晩は酒を浴びるほど飲んだが、俺はピンピンしてた。まあ、いつものことさ。強いんですな、お酒。オーリンは王宮とツテがあるって言ってたな。奴は三王と知り合いなのか。まさか。時々王宮の衛兵として仕えたりもするし、古代の品を貴族に売りもする。だが王に謁見したことはないはずだ。オーリンが悪事に関わっていたとしても、三王アバーダとは一切関係がない。命を懸けたっていい。言い切りますね。調べてくる。そのために来たんだろ。はい。なんだ。絨毯の端がボロボロだ。近くの床も擦れてる。調べるってあったね。下に何かありそう。なんでここにハッチが。問題はどうやって開けるか。すげえでかい。鍵がなければ無理だ。それはオセラム製のハッチだからな。絶対開かない。それはどうかな。そのハッチは通れないだろう。さよなら。調べよう。この扉は開くの？ダメか。じゃあ上行ってみましょうか。ここ開かないでしょう。そろそろ諦めな。時間の無駄だ。早いね。これからだよ。家族の絵みたいだ。オーリンの家族の絵みたいだ。お、これは上に行ける感じじゃないですか。大きくて重そうだ。落とせば壊せるかもしれない。なるほど。どう動かす。よし、押してみるか。これインゴットでしょ。だってこれ動いてるし、すげえな。びっくりしてるって。大丈夫。さっき何も壊すなって言ったんだけどな。これ死ぬ。おお、食らった。